どうも、スピリチュアリスト、みやびです。あなたの心に私はいますかやはらー皆さん、こんにちはみです。今日は、あれみやびについにそっちに目覚めたのって思わせる出会い落ちでした。はい。本日はこちら。EPZ の S35 マルティプロです。はい。こちらをレビューしていきたいと思います。ひもじいです。 呪い,いそれな呪い、えー、いつもより52分遅れで撮影をしておりますがなんとこの僕がですねあの絶対に寝坊をしない僕が寝坊じゃないんですけどね、まあ、ちょっと発作で寝られたのが朝6時ぐらいあっみーちゃんも呪いで朝7時まで寝られなかったというですねそしてほぼ一睡もしてません <laughs> <coughs> いやしてるんですけどね 30分おきにずーっと起きてて、うん、で8時まではあっあ、時までは記憶あんのよ、うん、でそっから30分おきに起きて、うん、9時と10時で1時間寝て10時と11時で1時間寝て、うん、起きたって感じその理由はね毎日ね寝すぎなんですね <laughs> んつって <laughs> 私のことも知らないで何言ってんの <laughs> 知らないよ <laughs> 知らないよなん あんなことやそんなことしてるなんて僕、はい、GPS で管理してないもんはい、はい <laughs> はあ、なんかねーいや出だし黒っ暗いんすよだってまだ俺寝起きの発作中だよ <coughs> だってなんかね起きて2時間の痛みだからもうねあのねなぜかね夢だかよくわかんないけどおふくろが出てきてですねまあ、生きてますけどねまだねうん 「今日は発作なんだから無理して学校行かなくていいわよ」なんつってね「うそうだよね今日やばい授業ないから寝てるわ」って言った瞬間にふと「あれ今日撮影じゃね?」って、うん「学校じゃねえよ」っつって飛び起きたらね起きる時間より1時間半遅れてたっていうですね珍しいことが起きましたですね、はい、私が学校の先生だから提供なのにこんなこと話してていいんですかね <laughs> <laughs> えー、E.P.Z. さんからの提供です。ありがとうございます。ますえー、今回は E.P.Z. さんはなんかね、毎月二つ送るけどデビューできますかなんて言われちゃってね。でもね、うち全部いい評価するか分かんないんで分かんないですからね。E.P.Z. S 三五マル T プロ <laughs> こちらね、おしゃれなんですよ。色皮おしゃれなんです。開けてもおしゃれなんです。 おいしょおーーー珍しいねこういうタイプででこちら韓国ベストサウンドエレクトロニクスベストサウンドエレクトロニクスのコアキシャルムービングコイルユニットっていうのを使ってまして、えー、ワンバランスドアーマチュアと6ミリのダイナミックドライバーのハイブリッドになってます、うん、でクアルコム QCC3040 でアプト X アダプティブ対応してましてえー 再生時間はイヤホン単体で7時間、ケース込みで45時間。で、1.5時間でフル充電するのと、このケース、地位充電、ワイヤレス充電対応してます。置けば充電できます。<お>あとね、IPX7 防水で30分間水深1メートル、水没も OK です。<お>で、Bluetooth5.2 となってす。すごいね、水没 OK。 つけるね、でイヤピはですね、えー、とセドゥのセラスティックに変わってますけどこっち側から出すと取りやすいですよこっち側から,側から左かららしいよみんなわわでかっこくてこれいろんな色あって好きな色でねおしゃれおしゃれにやってもらっていいんですけどあとマグネットでここパシンって入るようになってますでこう普通に取ろうとすると取れないのでこっち側からこっち側からやるとすぐ取れます取りにくいですそれ言っときます <laughs> 取りづらかった で、これ、おしゃです。マーブル模様になってます。これに合うじゃん、今日の大大に。そうでございうじゃん。えー、というわけで、聞いていくんですが、Apple Music、AptX、えっと、アダプティブのは、えー、っと、僕のレビューで言いますが、Apple、え、Music、ー、えー、っと、AAC コーデックで飛ばしていきます。えー、繋がってますね。はい。ボリュームってくださいね。はい。 ブラックピンクさんでラブシック・ i ールズはいというわけでちょっとうまく繋がってないトラブルがあって、はい、iPad から音が出ちゃったんでえー、っといきますはい Apple Music AAC コーデックで繋いでいきますはいブラックピンクさんでラブシック・ i ールズちょいちっちゃめはいおお ええー、いいねいい天気。ボーカルも、すっきりしてるけど、クリアさもあって。ええー、聞きやすい。はい。ええー、平井大さんです。スタンバイミー、スタンバイユー。<laughs> うーん、男性ボーカルもいいねチルな感じに聞こえる。 はい。えー、たらと、ワニマさんで共に。おー、バンドの感じもいいね。ドラムの迫力感じられるけど、ギターとかボーカルはスッキリしてるから、爽快感があるバンドになると。はい。EDM ノートでダンスミュージック。 うーん。あー、EDM はもうめっちゃ、あの、久しぶりになんかもうゴリッとした定期楽しめるから、めっちゃなんかドンドンドンっていうのが、なんか鼓動に響きそうな感じ。はい。ホワイトスネークさんですテルブザナイツ。<laughs> ギターの原原もいいし、ハードロックもまた合うね。さっきのワニムさんとは違った印象が楽しめる。ゴリッとした音だから、こういうところが似合うのかなはい。菅田正輝さんね、間違い探し。うんうんうん。いいね。こういうバラードも、ちゃんと合う。はい。綾瀬さんで夜撫でる目の、 ああ打ち込み系もバランスいいね。うんうん。もうこれも完璧。はい。サマーウォーカーさんでカルマ。うん。空間もね、ちょっとあるし、余韻もいい感じだし、ちょうどよくて。この曲もいいね。 定期メインな感じの曲だから好きな人は好きそうここまでの音がはいアニタ・ベーカーさんで Ubring Me Joy うーんウケとボーカルの音のバランスがぴったりこれ聞かせに行く系もすごい合うシンプルななんか まるるっとした感じに聞ける <laughs> はい難しいだ表現「コールドプレイ BTS でマイユニバース」<laughs> うんいろんな音が混ざっててもごちゃついた感じがなくこれはまとまったら聞こえるからすごいいいと思うはいえー、矢沢永吉さんで「時間よ止まれセルフカバーリマスタード2022」 ああ、いいねこういう音数少ないシンプルな曲もぴったり。ボーカルもいい感じに綺麗だし。はい。はい、感想をどうぞ。いや、すごい、私好きな音だった。結構定期ゴリッと感じだから。うん。久しぶりなんかお このぐらいの定期好きだなって感じの音が出てきたから<お>結構好きだったけどなんかあれかなそういうのって好み分かれんのかなって思った、うん、もた曲によってはめっちゃ薄さ出てくるから定期が、うん、私は好きだけどっていう判断基準で見てもらえるのがいいのかなって思ったよ、うん、でこのタグがチクチクして痛いの、ね、ださっきから <laughs> <laughs> 以上で <laughs> じゃあ僕のターンどうしいっていきますえー まずですね、ハイ広域はカリッとした硬いクリアな広域なんですが、広がりと余韻が BA らしく、バランスとアマチュアらしさがあって、解像度は十分でもう細かなハイハットもつかめます。で、シンバルの金属音は自然で余韻も良かったです。で、ミッド中域はもうボーカルがきちんとセンターで定位して前に出てきて、で、ボーカルの細かな表現がつかめます。 で、おとの分離も良くて、オケは厚みもあって、広がり感も良かったです。定位感も十分に良い,いです。で、ロー定域はね、もう豊富で厚みのある定域で、沈み込みもあって、サブベースも良い,いです。で、ビートのアタック感とか綺麗、スピード感もあって、低域をの存分に楽しめます。で、ベースラインの重さと疾走感が両方感じられて、気持ちの良い定域になっております。 で、重低音もきちんと出してくれます。で、音波音上はもう左右に広く上下に若干広い感じで、音波音上は広めです。で、空間はもうどっしりとした厚い低域に下を支えられて、中高域が真ん中から上に向かって伸びて広がる空間でした。<laughs> まあ、音を簡単に言うと、ドンシャリタイプなんですが、 ボーカルがきちんと前に出てきて、低域はもうずっしりと厚くて重くて、高域はきちんとシャキッと出ている、まあ、上質な迫力どんしゃりサウンドといった感じです。で、EDM 系は厚くて重い重低音のキレとアタック感のあるビートに中高域がしっかり空間広くはっきりとなってくるので、まあ、クラブにいる感覚で楽しめると思います。 で、ハードロックやメタルは、もう迫力ある厚みのある低域と、もうはっきりくっきりクリアな中高域で、もうド迫力のハードロックとメタルを楽しめます。で、バンドも違った感じですが、あの、ちゃんと生バンドの迫力、で、ボーカルがちゃんと沈まないで出てくるので、バンドも楽しめました。 で、R&B やバラードになりますとですね、男性ボーカルは当然なんですが、女性ボーカルもとても良くて、R&B やバラードになると、途端にチルサウンドに化けるタイプです。で、十分にチルタイムを楽しめます。で、アプト X アダプティブに接続すると、もう広域がさらにシャキッとしてくるので、まあ広域が強くて音がくっきりした方が好きな人は、アプト X アダプティブで聴くといいと。 思いました。で、あと、えノ、ー、イキャンマイクもついてるので、通話もしてみたんですが、周りの雑音ちゃんと消して、こちらの声は聞き取りやすいと、電話相手が言っておりました。うん、なので、リモート会議とかでも大丈夫です。でね、まあ、まとめていくと、中高域が寒触系なんですよ。で、低域がウォーム系っていうハイブリッドによくある感じなんですが、 きちんとバランスされてて違和感なく楽しく音楽を楽しめるチューニングという感じなのでまあ上質などんしゃりサウンドといった感じで中域もへこんでなくボーカルを思いっきり巻いてできますよっていう感じなのでまあ言います完全ウォーム系ナチュラルフラット系モニター系の音が好きな人にはおすすめしません これで判断してください。というわけで、えー、お値段ですね。はい。えーっと、まあ、これだけ、アフトエピクスアダプティング対応して、ワイルス充電対応して、IPX7 防水で、えぇ、ー、1BA6 ミリダイナミックドライバー、ね、ハイブリッドなんで、えー、お安くはないですが、うん 普通の日本のメーカーだと結構2万とかいってしまうお値段ですけど <coughs> いくらなんでしょうかそれを踏まえて。EPZ s 3 5 l t Pro。これね、3 s 3 5 l t っていうのもあるんですけどね。クラファンから始まったんですけど、それのプロ版なんで。うん、えー、Amazon で1万264円です。 だから一万円です <laughs> いや、全然安くないうん。安いんですよ。このおしゃとこのクオリティの高さと。え安くないで、一応ね、このイヤホンを運ぶ、これね、箱開けんのね、すっげー密閉度でね、真空になっててね、すっげー大変なんですけど。<laughs> 本当ほんとだもう隙間ないじゃん。隙間ないね。で、これね、中真空になっちゃってね、開けるのすっげー大変なんだけど、開けますよ、頑張って。でも、頑丈だからいいね。引っ張られるの、ほら。ほんとだ、ほんとだ。 <あ>うこうなってましてここを取るとですね、えー、こうなってましてこっちにイヤピとケーブルなんですけどこっちにですね説明書とポポーーチチ入ってます。こういうポーチが入ってますこれにこのケースを入れて持ち運んでねっていうちゃんとした革みたいなポーチが入る。 入ってますんでさああとはおしゃっていうのがポイントですねこれはみやみさん2以上にでも安いな、うん、ファッション性はみやみさん気になるんですかねなってますねなってるんですかもちろんですね、うん、しかも提供ですねオーディオ業界ファッションリーダーなってますからねしかもね提供ですから <laughs> ジャイビンいつでも発動できますんで,、はい、ですねえーだからあれだね ま、あ君の友達で1万円ぐらいで、おしゃで音いい。ま、あだから結局、あとで言いますけど、あの、上質なドンシャリなんで、初心者の方が聞いて、あ、これ音いいって感じるチューニングなんで。入りやすいんだね。入りやすい音ですね。というわけで、みやびさんは、EPZS350T Pro。アマゾンで1万264円です。買いますか買いませんか買いまーす <laughs> かさ前もってさっきさ2万円とか3万円しましたらて,てたから、うん、あじゃあだいこれここまでだったら、うん、まあ1合、まあ、安くても1合とかいくか、うん、まあちょっと超えるかなのかなって考えてたけどそれすらもいかない1万円台あで説明遅れましたが、えー、ケース金属ですお,<ー>お安いプラスチックじゃないですほら金属じゃんあもう分かんなごめん性質よちゃんと金属ですへえ<ー>プラスチックじゃないですまあ確かにねプラスチックはない <laughs> そう思うとそれでやっぱ一番いいんでしょさすがだねさすがですねうんんかこの上質などんしゃりわかる定域すごいしねうん私やっぱ好きだもんここれはあれですねまた定域好きなさん最近タカティッチさんの名前が呼ばれることですがすいませんなぜか定域が続いてるんでしょうがないですねではひもじい APZF350T プロこちらありますかおりませんかおりません まあ、バランスのアマチュアの質がいいのか応答速度も良くて6ミリのダイナミックドライバーとのバランスも良くて高中低域がすべてきちんとお互いを邪魔することなく出てて初心者が聞いてもこれはいい音だって思えるチューニングになってて、まあ、だから逆にマニアが聞いたら好き嫌いが分かりますだ初心者の場合はこういう音はいい音だってなるので、うん、あと何よりもおしゃれです、うん で、あの、サイト見てもらえれば、このパープルとか以外にも色が多色展開されて、このマーブル模様もね、このマーブル模様もいろんな種類があるんで、好きなやつを選んでいただければと思うんですが。意外とでもこの色いいよね。うん。パープルも。ファッション性を、何送ってくるのかなと思ってたんですけど、うん、ちゃんとおしゃな方を送ってきたんで。嬉しい。ファッション性を考えてもいいと思います。はい、で、1万円で、ま、あ完全ワイヤレスイヤホンデビューしたくて、 ファッション性も気にするリア充な人にはぜひおすすめしたいからという。何それおしゃれじゃんおしゃじゃんって言われる感じなでん、うん、ただ黒とか白とかじゃなくて。そうだね。ちゃんとマーブル模様で。で、まあ、音もしっかりしてるし。何そ,それおしゃじゃんってなると思うので。はい。という感じでございます。というわけで EPZ さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次があるならお待ちしております。お待ちしております。うん、ていうかもうね、来てたもんね。嘘なの そうなの君に見て転送されてきて俺返事してね私見てんの次送りたいからとっととして、うん、ああ、うん、この前のやつね次スタンバってるらしいんでまた来るみたいなんでねえー、まあよかったですし、うん、勝利したんでうんうん、うん、というわけで気になる方は Amazon チェックしてみてくださいというわけで私はドランシュシュッシュッシュッシ いや、よかったな。なんか最近 EPZ さんもなんかこう、根強いものが出てきてるから、割と、あれじゃない、連勝記録ずっとあるし、ちょっとまた、いい、期待できる、なんかね、得じゃないかなって思います。ぜひ <noise> と皆さんもね、あの、定期好きの方はチェックしてもらえたらなって思います。そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねん。<noise>